つむぐちゃん明日トリミングだね。トリミングだけど、トリミング班長の春菜さんが2回目のワクチンで死んでます。あー、いやー、取らないと明日生きるかな。ね、なんて言えばいい。あ、前の動画の通り言えばいいのか。おはようございます。今日は特殊なトリミングサロンで、保育園型のトリミングサロンっていう、すごい長い時間を預ける、なんか結構特殊なところで楽しみであります。一緒に行こうと思ったけど、行ってきましょう。春菜行ってきます。お願いします。つむちゃんがいないと思いきや、この中にいて全く我々には気づかない。つむぐちゃん、つむちゃん、つむぐちゃん、なんかこんな狭いところに入ってまだかなっつって。お、気づいた。なになに全然どこ見てんの。全然気づいた、全然気づいた、全然気づいた。あ、来た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 。え、来たよ。可愛くなってる。上手だね。上手だ。一番うまい。一番いいかも。一番いい。しかも足の細さもなんかちょうどいいかも。手入れしやすさと。なんかめっちゃ可愛いやん。すごい可愛くなりましたよ。あ、上手。上手。お座り。お座り。しない。お座り冷たい。しない。しないんだ。可愛くなったじゃん。今日寂しそうだったもんね。めっちゃ寂しそうやったね。寂しそうな割には俺らに気づくの遅かったけど。これは何センチくらいだろう。第一関節くらい、2センチくらいかな。いつもと同じ感じじゃない。ふわふわです。めっちゃふわふわだね。これ家じゃ無理よ、このふわふわ。そうね、すごいよね。何が違うんだろうね。何が違うんだろう。ふわふわ。いろんなものをクッションに飾ってあげるよ。疲れた。疲れたね。うわ、肉球気持ちいい。肉球今日ポップコーンの匂い臭がすごい。ほんと。やっぱするんだ。今日はトウモロコシの匂いに近いかな。まあ確かにトウモロコシっぽいかも。ほら匂ってみ、つむた。匂ってみ、ほら。つむたのがトウモロコシの匂いが分かんないでしょ。